ロバート・ロックウッド・ジュニアロバート・ロックウッド・ジュニアはアメリカ合衆国出身のブルースギタリストケンカ。1950年代から1960年代にかけてチェスレコードをはじめとするシカゴのレーベルと契約し作品を残した。また長きにわたってサニーボーイ、ウィリアムソン2の共演者であったとでも知られている。アーカンソー州ヘレナの西に位置する村。 ターキースクラッチに生まれた。8歳の頃から彼の父親の教会でオルガンを習い始めた。両親は離婚し母親に引き取られたが、彼女が再婚した相手が後に広く知られることになる、ブルースミュージシャン、ロバート・ジョンソンだった。ロックウッドは未だ10歳頃、彼からギターを教わり出した。ジョンソンの教え方は手本を一度きりしか見せてはくれない、厳しいものだったが、 一度基礎を理解したロックウッドは、それをバクが水を染み込ませるように吸収していった。ロックウッドはさらに、ジョンソンから演奏のタイミングやステージでの立ち振る舞いなど、プロのミュージシャンとしての数々を教わ。それらは後に、ジョンソンの音楽的な個性やプロ魂を継承する、ロバート・ジュニア・ロックウッドの二つ目を彼に与えることとなった。歳の頃には、ヘレナ地区のパーティーなどで、 プロとしての演奏をこなしていたロックウッドは、ジョンソンや、サニーボーイ、ジョニーシャインズらともしばしば共演していた。1930年代、彼は、ジュークジョイント、ブルースを聴かせる、砕けた盛り場や、フィッシュフライ、ジュークジョイントなどで料理、フィッシュフライを、主産に行われた、週末のティー、時には、ストリートミュージシャンとしてミシシッピ側のデルタ地帯、一帯で演奏活動を行った。 公式ページによると、サンフラワー側の両岸でギターをつまびくロックウッドと、父ジョンソンの演奏を 1km 離れた橋の上から聴いたクラークスデールの人々は、どちらがどちらか聞き分けられないほどに、すでに彼の演奏技術は、系譜と遜色ないレベルに達していたとの意図を伝えている。1938年から1939年にかけて、サニー・ボーイと、 クラークスデールで共演。また1938年前後には、メンフィスでハウリンウルフをはじめとするブルースミュージシャンと共演している。1939年から1940年にかけては活動域を広げ、ミズーリ州セントルイス、イリノイ州シカゴ、ヘレナの3カ所を行き来して活動した。またこの頃、メンフィスで BB キングとステージを共にしたことがあり、 ロックウッドは彼に音楽上の影響を及ぼしたとも言われている。1941年、ロックウッドはドククレートンと自身初のレコード録音となったブルーバードセッションをイリノイ州オーロラ市で行った。このアルバムはブルーバードレコードから発売され、さらにこの中から定番のレパートリーの中でも特におなじみの4曲が彼の名でシングルカットされた。また、 同年11月21日には、サニーボーイと共に、ヘレナ地区にるクファラジオの現在も続く、ブルース専門の長寿番組、キングビスケットタイムの司会進行を務め始め、番組中で、バンド、キングビスケットエンターテナーズを、結成、生演奏を披露した。このペアは、ラジオ出演以外にも、ヘレナ地区を中心に公演も行った。一方で、 ロックウッド自身の活動も1940年代後半まではアーカンソー州を拠点としていた。しかし1950年にはシカゴに移り住み、サニーボーイのチェスレコードから発売された2枚目のルバムにウィリー・ディクソンやオーティス・スパンらと共に加わった。その他にもリトル・ウォルター、サニーランド・スリム、エディ・ボイド、マディウ・ウォーターズらとの共演も果たした。 1961年には、オハイオ州クリーブランドに移住。1960年代半ばに一度引退。しかし1972年にカムバックした。1980年代初頭からは、ジョニー・シャインズと活動を共にし、また、日本で出演したライブもアルバム化している。1989年には、ブルースの殿堂入りを果たした。 ロックウッドは同じような評価を得る、どのミュージシャンよりもインスピレーションに富んだ偉大な人物だった。ひとたび彼がステージに上がり中に弦ギターを奏で始めると、聴衆は誰もがそこにブルースを感じた。晩年も活発な音楽活動に取り組みつつも、住居があるクリーブランドでは毎週水曜日の夜8時に、都心部のレストランバー、ファットフィッシュブルーで演奏を聴かせていた。 2006年11月21日、呼吸不全に陥り、入院先のケース大学医療センターで亡くなった。編集版、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。